おはようございます。国分寺にあります、学部中や次男画像2代目店主長谷川です。今朝もですね、階段の上り下り終えまして、外に出てきました。ウォーキングの途中でございます。はい。昨日の夜もね、蒸し暑かったんですけども、朝から今日も蒸し暑いです。さっきヤフー天気予報を見たらですね、今日の予想最高気温35度ということでした。まだね、まあ、7月に入りましたから、まあほぼ夏なのでね、まあ当たり前といえば当たり前なのかもしれませんけども、ちょっと急にね暑くなりすぎじゃないですかね。皆さん熱中症対策気をつけましょう。はい。それではまた後ほど、次男画房の長谷川でした。ありがとうございました。